この辺なら大丈夫だろう。早く教えろよ。一体何があったんだ？何から話すか。そうだな、まず一つお前たちに秘密を教えてやる。俺個人の過去に関わることだから他言無用で頼むな。安心しろ、オイラの口は固いぞ。実は俺の祖父は海賊だったんだ。へえ。いやいや、反応薄くないか。さては信じてないな。ほら見ろ、この眼帯は海賊である祖父の遺伝なんだ。血がつながっている証だろ。旅人、そんなの常識だぜ。母親のくせ毛が子供に遺伝すると同じでさ。昨日祖父が残した手記を読んでいて偶然見つけたんだ。お宝についての記述をな。お宝？手記によるとお宝の隠し場所は失われたアルカディア遺跡っつうところらしい。お宝？けどな、遺跡の所在については未だ手がかりがないんだ。お宝？カイア、それはどんなお宝だ？金塊か？宝石か？ふふん、金目のものなど三流のお宝さ。祖父の宝は剣だ。手にするだけで無敵の力を得られる真剣らしいぜ。もともとは天空の島にいる神がうっかり海に落としたもんでな、それを祖父たちが引き上げたんだそうだ。その剣を手にした瞬間、雷鳴は轟き、海は荒れ狂い、晴天だった海原に突如として竜巻が現れる。真剣の力で祖父は8つの頭を持つ海蛇や銀髪のサキュバス、深淵の蛇竜を倒したそうだ。しかしあまりにも強大であったため、他の海賊たちがその剣を奪おうとしてきた。争いを避けるため祖父は真剣を隠したんだ。世界は未知に満ち溢れているからこそ面白いんじゃないか。うわー、すごい、すごすぎる。だが近頃ある宝刀団の動きが活発でな、いくつもの遺跡が洞窟にあっているんだ。そのアルカディア遺跡も奴らに見つかっちまうんじゃないかって心配なんだよ。そしたら、そりゃダメだ。悪い奴らに取られるぐらいならオイラたちが。とにかく安心しろ、オイラと旅人が力を貸すぞ。ほう、助かるぜ。くれぐれも内密に頼むな。いい、なあどうだ、ワクワクしないか。すっごい真剣らしいぞ。とりあえず冒険者協会へ行って情報を集めようぜ。遺跡のことなら冒険者たちの方が詳しいだろう。